皆さんこんにちは、まなみです。今回は BMS にリチウム電池を組み立てる、取り付けていきたいと思います。使うリチウムイオン電池ですが、これですね、これちょっと太さの違うものが2種類あるんですけども、これは電動アシスト自転車のああいうパックのやつのね、バッテリーから取り外した細い方が18650の電池で、こっちの太い方、こっちの方が20700と2種類手元に持っています。これをね、前回この前テストで使ったやつと、その他の使おうと思って買ったやつ、これに両方の電池を組み込んでいきたいと思います。で、この18650と20700、これを取り外した動画は概要欄の方に貼っておきますので、興味のある方はぜひとね、動画を見ていただければと思います。で、これからちょっと組み立てていこうと思うんですけども、まず組み立てるにあたって、今回この BMS にリチウムイオン電池組み立てるんですけども、一応まだテスト段階というところもあるので、状態の悪い電池を使ってやっていこうかなと思っています。状態は何で見るのっていうふうに思いますが、持ってる電池全部内部抵抗を測って、一応ここにシール貼って、内部抵抗も測った機械での数値を書き出しているということになるんですけども、18650の方も20700の方も内部抵抗高いやつが劣化しているというふうに判断をして、そのうちの3本を使ってテストをしていこうかなというふうに思います。で、18650の方は測ったら、これが一つがここに書いてあるように132mΩ で、これが 131mΩ で、もう一度これが 94mΩ というのが抵抗の多い、まあ多かった3つということなので、18650はこの3つを使っていこうかなと思います。で、20700の方は、まあこんな感じです。 17mΩ、16mΩ、17mΩ、このやつで使っていこうかなと思います。で、18650の方は結構抵抗差が大きかったです。上はまあこれね、 132mΩ なんだけども、下の方は確か32mΩとか、そんな感じのやつが抵抗値がね、幅広くあったということがありました。それに対してこっちの20700の方は、まあ上がこの 17mΩ で、下が 11mΩ っていうのが5本、6本ぐらいで、残りほぼ残りが 12mΩ というような、形だったので、まあ、製品としてはばらつき少ないのはこっちの太い方なのかなと思っていますし、多分この内部抵抗が少ない方が取り出せる電流も多そうなので、まあ、そういった意味でも20700の方がいろいろと使用するにはもしかしたらいい電池なのかなと思いますが、用途によってはね、大電流取り出さなければ全然こっちでもいいのかもしれませんし、こちらでもそこまで悲観することもなく電流取り出せるかもしれないので、そこはちょっと僕もよくわからないので何とも言いませんけども、現状ではそんな感じで、まあ、こっちの方がね、容量も多いですし、取り出せる電流も多そうなのでいいのかなと思います。で、まずはせっかくなのでね、こっちは新しいやつと、こっちはね、今までちょっとテストしてたやつを、これね、 BMS テストしたやつ、これをまたちょっと分解をして、これに取り付けていこうと思います。でですよ、今回こちらね、よく他の人の動画、海外の動画等々で見る機会もあるんですけども、なんだっけこれ、よくスポット溶接なんかでこの電池の上にバチンとやって止める動画なんかがあるんですよね。で、まあ自分もそうやってやりたいなと思ってたんですが、結構前にちょっと、まあ、アリエクスプレスに頼んだんですけど、全然音沙汰なく商品も届かないということが一つと、海外の動画を見てみると、意外とこの頭に、まあ、ハンダでくっつけて配線して使っているというような動画も、まあ、ぼちぼちとあったので、今回はこの頭ね、この板状のこれは使いながらも、こっちハンダ付けをして結線していきたいと思います。18650で1セット、20700はこれで1セットで、まあ、BMS なのでマネジメント用の配線も施して電池固定して作るということを今回やっていきたいと思います。さて、ということでやっていこうかな。ということで、まずじゃあこちらからかな。まずこれね、配線外します。取りました。一応まあこれちょっと説明でもしてみるかな。こっちが分かるかな。 BMS の説明しています。この BMS はプラスマイナスあります。ここから充放電されるということです。で、マネジメントするところのやつが、まずここが 0V、 ここが 4.2V、 ここが 8.4V で、ここが 12.6V と
というような形でありますので、これを組んだ電池にハンダで今回くっつけるというような作業になります。でここに出てくるやつですけども、ここは初時ダイオードを取り付けて入力と出力、電流の充電と放電を分けて行いたいと思っていますので、それ専用に結線していくというような流れになります。でこれ18650です。今回ねこんな感じかな、こういう形でつなげて、でこっちからつなげてというような形でやっていくと、とりあえずこの電池の頭ありますが、ここに今結線をするということです。一応まあここによペーストちょっとペーストをくっつけて、でここにハンダを乗せていくというような流れです。よっ、あ結構すぐハンダ乗りましたね。特に時間もかけずにハンダ、うん、そうですよ、これなら全然熱も入らずにハンダ付けできるんじゃないかというふうに思います。ということでこれ全部電池ね、まあ、こっちも含めてかな、両方とも6個全部予備ハンダをつけていきたいと思います。ということで、とりあえず今ハンダ付けが終わりました。そんなに苦労せず付けられたかなというふうに思います。ただやっぱねこっちの大きい方20700の方はやっぱマイナスの方はちょっとね、あのハンダの乗りが悪いイメージがあります。というのもやっぱり多分設置部分が大きいっていうのがあるので、若干形が悪いです。熱の入りもちょっと悪いのかなというふうに思いますが、あんま長くやるとセル自体傷めそうなので、ちょっとこんな感じでやめておきます。一方の18650の方はそんなに大きくないので熱も入りやすいのかな、あまり汚くなくできたのかなと思います。でこれにこれをねくっつけていきたいというふうに思います。まあ、当然直列にするのでプラスとマイナスという形で取り付けるということです。なので、まあ、こっちにもね長さ測って予備ハンダをしていくということになります。一個を貼るので、まあ、このくらいかな、このくらいを切るということですね。でこれを箇所2箇所、まあ、こんな感じで1箇所と2箇所っていうのかな、それをやると、とりあえず4箇所かな、4箇所のハンダ付けになるということです。これもペーストつけてここに先に予備ハンダをすると。というわけで4枚は作りました。ちっちゃい方が18650で、大きい方が20700のヤーツですね。これをつけていきます。ちょっと汚いみたいな、ということで今度はこれね直列を作っていくということです。まずこれね、これ乗っけて溶かしていくというふうに思います。溶け込んだので外して終了という感じですね。多分これでこっち側はこんな感じで取り付いたということです。でちょっと曲げて、こんな感じにちょっと山なりにしてこっちに乗っけると、でここ合わせて、でこう押さえてまた同じように貼り付ければいけるんじゃないか。どうかな、ついたかな、なんか微妙ではあるがついてるね。ちょっとほら、浮いちゃってるというか、しっかり溶けきれてない感じがするんだけどね。もうちょっとこれ溶かしてくっつけてみます。よ、難しいな、ちょっと待って、輪ゴム、ちょっと動いちゃうので、ここにねこれ輪ゴムで止めます。ちょっときつめに止めて動かないように、よいしょ、動かないようにして、で、こんな感じかな。でこれ浮いてるとあれなので、よいしょ、こんな感じで、でこれを溶かし込んでいけば OK なはずです。よいしょ、多分大丈夫かな。一応こんな感じで植え付けられました。はい、ということで1個はこれでいいのかな、プラスからとマイナス、プラスでマイナスのプラスのマイナスと、なので
テスターね、一応電圧がちゃんと出ているか測ってみたいと思います。これ、これはプラス側、プラス側と、でこっちもね、マイナス側で、いい、9.65 ということで、まあそんなもんでしょうと。一個一個で測らなかったけどね、 3.2V ぐらいずつあるってことですね。 3.2、6.、そうね、9.6 で 3.2。 これとりあえずこれはこれで1個置いときます。続いてこっちのね、20700の方も同じようにつけていきますね。ということで20700の方も取り付けができました。こっちも電圧ちょっと測ってみるわね。プラス側とマイナスと、こっちは 12.43V、 ほぼほぼ 4.15 とかあるってことでね。こっちはね、結構放電しづらい感じなんだよね。とりあえずこんな感じで2つちょできたということですの で、一応ね、これカプトンテープ、耐熱のね、絶縁テープですけども、一応これ細いのもね、アリエクスプレスで頼んだんだけど全然来なくて、出荷もしてんだかどうしてないんだかわからないので、これをね、ちょっとカットして、まあ、使っていこうかなというふうに思います。どうなってんじゃん、人横にあったけど、こっから向くんだ。こっから一応ちょっとね、ここの絶縁も心配なので、ちょっと何入れとくかな。構造上このリチウムイオン電池ってあれだからね、このプラスのここの端子、ここ以外全部マイナス端子なので、まあ、このねそばのところだけちょっと怖いかなというふうに思うので、ここだけちょっとだけ、まあ、気休めかもしれないけど、とりあえず入れとく。最後ね、これはい、ということでとりあえず電池のパックかなが出てました。さてどうしようかな、これね。今回の作業で直列サンセル仕様の18650と20700のモジュールパックが出来上がりましたが、まだまだ作業が残っていて、このままでは動画が長時間になってしまうので、今回はここまでを前編として一区切りしたいと思います。次回は18650と20700のモジュールパックに BMS とショットキーダイオードを取り付けて軽く重放電のテストを行いますので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルは DIY できそうなものがあったら何でも挑戦していくことをモットーにしています。チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。それではまたねー。